Thank you.
Dory, what?我々もすぐ向かいます。我々もす。ムミョが言うには、この先に行けば安全に敵から逃れられるそうじゃ。ムミョに怒りのある土地のようじゃが、森の中から嫌な気配を感じますの。あやかしも潜んでおるじゃろうじゃ。くれぐれも気をつけてのう。 Oh.
Thank you.
Yeah.
長政めが、信長様は裏切り者を許しませんぞ。随分遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは選別よ。
て。Ugh!
む。
かり、その小刀は。幼い私を拾って育てたのは祖林衆、掟を守り、あやかしを借り続けてきた。祖林の刀が光を取り戻す時、常闇を払い、亡者を清めると聞く。この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永断じお久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。ふん、柄にもない真似を。あれはお味方ですか。あれはしんがりが追いついたぞ。きれいしめ。
お主、茶器を手に入れたようじゃな。信長めが家臣どもにむやみに広めおったゆえ、昨今猫も杓子も茶器を欲しておるの。茶の湯の何たるかも知らず、ただ道具自慢をせんがためとは、まったく少子千万じゃが。戦場で奮い立つも物欲あってこそ人の業よな。お主もその茶器を道具自慢に使うのじゃろう。ならば目利きが必要じゃな。どれ、わしが見定めて信ぜよ。まずまずじゃな。いずれまた来るがよい。
前との誓いなかなかに険しき道を歩もう。マムシがしつこさあの世から眺めておれ。Ugh.
ップ。
意味語などと、お前はつまらぬ飲酒を案じてくれたが、お主らを失うためでは意味がないではないか。義達は、わしが必ず立派に育てようぞ。あやかしではないのか。どうか我が子らを守ってやってくれまいか。
いらっしゃい。Thank you.
私も村正も。あなたの役に立てるよう、私も腕を上げなきゃね。毎度あり。毎度あり。
毎度あり。その小刀、あなたの役に立てるよう私も腕を上げなきゃね。またどうぞ。Thank you.
私もマムシの娘、うつけ殿のもとへ嫁ぐ覚悟はできております。父上、身の回りにはお気をつけくださいませ。
終わったよね。どうしたの？浮かない顔して。おい、霊石が、ここにあるはずの霊石がどこにもない。いらっしゃい。
またどうぞ。あの戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない。あれは殿のお箱が出ましたな。平定大義である。今宵は宵へ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座って。おい母であれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリ出よって身の程をわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。な、ただし名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは古今例がない。他に類を見ぬ働きがお主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。信長様は天下取りの第一歩として畿内の完全掌握を狙ってる。しかしこれを阻む越前の朝倉を討たねば西へは進めん。勇んで越前に向かったはいいが、遠征中に脅報が届いてな。お市様が腰入れして同盟を結んだ近江の浅井が織田を裏切ったよ。しかし苦境こそ好機、秀吉の名をさらに轟かせるためのな。
んだお主か。汎用だがここならば。肩を舐めるでないぞ。
Yeah!
風情と思っておったが、なかなかやるではないか。ほれ、選別じゃ。
いらっしゃい。私も村正の名。いつもありがとう。これからもよろしく。いつもありがとう。これからもよろしく。いつもありがとう。これからもよろしく。毎度あり。毎度あり。またどうぞ。